オブドゥリオ・バレラは、ウルグワイ・モンテビデオ出身の元サッカー選手、サッカー指導者。ポジションはミッドフィールダー。守備的ミッドフィールダーとして活躍し強烈なリーダーシップを発揮した。サッカー史上最高のキャプテンの一人ともみなされている。1936年にデポルティーボ・ボフ・ベントで、プロデビューを果たし、その2年後に、モンテビデオ・ワンダラーズ FC へと移籍。 1943年からは CA ペニャロールでプレーし、ウルグワイリーグを6度制した。1955年に引退。ウルグワイ代表として45試合9得点。1942年にコッパアメリカ優勝。1950年の FIFA フフワールドカップではキャプテンとして出場し、ここでも優勝に貢献した。 特に決勝のブラジル戦では、引き分けでも優勝可能なブラジルに対して先制されるも冷静にチームを牽引。ボールをフィールド中央に持っていき、さあ勝つ時が来たと叫んだことは、今でも語り草となっている。1954年の FIFA フフワールドカップにも出場したものの準々決勝のイングランド戦で負傷。 以降離脱を余儀なくされ、ウルグアイは準決勝で敗退した。それまでウルグアイは、バレラがいたとき、ワールドカップで無敗だった。ありがとうございます。